上ばかり見てないで波と風を見ろ。はい。波が上がるタイミングに合わせて力を入れるんだ。はい。よし、もう一度。はい。なんか変わりましたね、池澤さん。ああ、いいことだよな。展示会まであと10日間を切った。まだ固まってないデザインは。ジャケットが3型、ニットが2型、計5型です。急いでくれ。はい。とにかく効率よく納得いくものを作ろう。はい、はい、以上。サンプルアップまでのスケジュールを見せてくれ。はい、マリちゃんお願い。はい。これお願い。はい。おえ。ほら、ディズケさん。あのね、今日のカレーは俺が作ったんですよ。うまいっすよこれ。玉ねぎが茶色くなるまで。よしょうか。よしょうか。え？ちょっと来い。ちょっと来い。ちょっと来いよ。え？なんすか？いいから、座れ座れ。なんすか？お前さ、はい、海軍に入ってなんで？3年生。うまいっしょ、カレー。普通。虚しくねえか？え？なんもない時は厨房入って飯作っててさ、出動の時は監視役かビデオ係だろ？海上保安庁に入ったからには最前線に出てバリ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 活躍したくねえか？いや、それは。お前潜水士になれよ。は？で、長島と組め。長島がバディだよな、長島。よしおか、俺と組もうぜ。無理ですよ、潜水士なんて。なんで？いや、だって広島行って何十日も猛特訓受けなきゃいけないんでしょ。じゃあ俺には無理です。無理じゃねえって。俺たちだって潜水士になれたんだぞ。そうだよ。いや、俺はこっちの仕事の方が見てますから。あれ？普通だよな。普通普通、俺にも作れる。俺もちょっと潜水士はかっこいいぞ。1500円の潜水艇ってもつくし。言いませんよ。女にモテるって。いや、モテないじゃないですか、あんた。だと。ああ、まあ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 、広島じゃな、潜水士の訓練生は憧れの的なんだよ。街歩くだけで女の子がキャ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 騒ぐんだよ。騒ぐ。本当だよ。仙崎さんだってそれでカンナさんゲットしたんですもんね。もうカンナなんか目じゃないよ。もうよりどり緑。もうあんなことやこんな、もうこれ以上言わない、言わないよ、あんま言わない。マジっすか。うん、なれよ、潜水士。訓練なんて全然楽勝だよ。なっちゃえばもう楽ちんなんだって、もうマジで。え、マジで言ってるんすか。あのね、昼間は海を守って、夜はネオンの海を守るんだよ。なんすか、その言い方。千崎、頑張る。ロードワーク20キロ、行くぞ。長島も来い。喜んで。全然楽じゃねえじゃん。走りたかったんだよ。ごちそうさまでした。どうしたの、バタバタして。家で仕事やんなきゃいけないんですよ。展示会のためのデザイン書かないと。仙崎さんに会う日もあるんですか。ごちそうさまでした。おやすみなさい。忙しいんだな。なんで連絡ないのかな。いつ頃から会ってないんですか。
この間のファミリーデーから。ういあちょっ吉岡、潜水士なれよ潜水士。もう勘弁してくださいよ。なれよ潜水士。私は子供用品見に。ほら、もうすぐだから。あ、ですよね。すごいですね、一人でデパートに来るなんて。先生から太りすぎないように運動しなさいって言われてるの。主人はどうせ仕事で留守がちだし。もし何かあったら私に電話くださいね。本当に。ありがとう。心強いわ。あの、ちょっと聞いてもいいですか？うん？こないだ池澤さんや大輔くんたちが出動してった時、直子さんすごく心配してましたよね。ああ、ああいうことがしょっちゅうあるんですよね。つまり。よく耐えられるなって。はい。しょうがないでしょ。私があの人を好きになった時にはもうあの人は潜水士だったんだから。それにね、あの人普段は仕事のことを全然喋らないの。とにかく俺は絶対に生きて帰ってくるから心配するなって。それしか言わないの、マー君。あ、やだ。 あの人ね、マサキって言うんだけど、うちではマー君って呼んでるの。学生なんです。へえ、彼とは毎日会ってんの？はい。でも先輩だって毎日会ってるじゃないですか。同棲してるんですから。伊沢、飯は？まだです。休憩入れろよ。一緒にどうぞ。はい。ちゃんと睡眠取れてれば。はい、なんとか。忙しいのは来週いっぱいだ。頑張れ。はい。彼氏とうまくいってんのか？最近会えてなくて。そっか。しかし海上保安官と付き合うっていうのは珍しいよな。どこで知り合ったんだ？私の実家が広島の呉で、海上保安大学校っていうのがあるんです。そっか、そういうことか。でもやっぱり難しいですよね、そういう人と付き合うのって。1分38秒前回より8秒短縮だ。よし、上がっていこう。はい。目の具合はどうだ？大丈夫です。みんな驚いてるぞ、お前が変わったって。仙崎のスキルが上がってくれないとわざわざここに残った意味がありませんからね。失礼します。
矢吹。どうしたんですか。あ、いや、ちょっとな。いいんだ。人事課からまた打診があったぞ。お前を霞が関によこしてくれないかってさ。また断るのか。まだ現役を続けたいんです。そんなこと言ってたら出世のチャンス不意にするぞ。お前、矢吹のこと待ってんだろ。確かお前と同期だったよな、あいつ。怪我で現場離れたやつがその年で復帰するの難しいぞ。待ってても無駄だと思うんだけどな。もう決めたことですから。流れには頑固者が多いね。しかしな、下川、いつまでも声がかかると思うなよ。丘に上がりたいって思った時にはポストはもうないかもしれないんだぞ。心配していただいてありがとうございます。吉岡さん。え、いや、俺はまだ。すごい、潜水士になったらダイビング教えてくれますか。そりゃあまあいいけど。ありがとうございます。ええ、いや俺だってまだなるって決めたわけじゃねえし。あんな感じで、あんな感じで大丈夫ですか。全然 OK だ、バッチリだ。かなり揺れてるよあいつ。ちょっとレイちゃん、変なことに使わないでくれる。絡み持ち。あ、そうそう、チカさんも、チカさんも今日カンナここ寄るから。最近全然メール来ないんだよね。なんかさっき忙しいみたいよ。これさりげなく。うーん、ブラブ音がよくない。これが効くよく見るか。カンナ、うまかった。いつもここで食うの昼飯。いつもはスタジオに近いお店が多いんだけど。気使ってくれなくてよかったんだよ。誘ったのは俺なんだし。でもあれか、会わなかったらメールばっかになっちゃうじゃん俺たち。どうしたカンナ。ん、払いたいの。食っていい。みんな普通に生きてるんだよね。え？
営業とか販売とか何か作ったりとか。そりゃみんなきついことはあると思うけど、でも死ぬかもしれない仕事をしてる人は多分この中にはいない。大輔君だけ。分かってるんだよ、大事な仕事だって。消防士とか警察の人とか命がけで誰かを守る人って本当にすごいって思う。誰かがやらなきゃいけないのも分かってる。でもなんて言ったらいいんだろう、こういう恋愛は想定してなかったの。想定って言ったら大げさだけど、私は普通に普通に恋愛したかったの。無事に帰ってきてほしいとか死なないでほしいとか、そんなこと心配しなきゃいけないなんて。どうして欲しいの？海上保安官を辞めてほしいとは言わないけど、俺は辞めない。カンナの言いたいことはわかるけど、潜水士はやめない。ごめん、仕事に戻るね。ドットのワンピースが全色50着ずつですよね。新作のパンツは前回よりもラインがシャープになってるのが特徴なんですよ。この辺りのシリーズまとめて店頭届きたいな。 ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、大輔さん、オーシャンズのレイちゃんが僕のこと好きって言ってたって本当ですか？大輔さんも聞きましたよね。ああ、マジっすか？でも潜水士になったらだぞ。え、潜水士のお前が好きだって言ったんだぞ。いや、ちょっと、いや、本当に、いや、本当にそんなこと言ってたんですか？言ってましたよね。黙ってんじゃん。ほらほら、絶対嘘だよ。いやいや、言ってたじゃないですか。やぶけー！
無理だ。柵を切れ。柵を切ってください、下川さん。このままじゃ俺たちも危ない。切れ、下川、柵を切れ。自分は海上保安官を続ける資格はありません。いいだろう。ありがとうございます。また霞ヶ関行きを断ったそうだな。はい。矢吹の現役復帰は簡単じゃないぞ。でもあいつは必死でトレーニングを続けてます。自分はまたあいつと一緒に潜りたいんです。失礼します。勝田が。本部から緊急連絡です。辰取島沖領海内で不審な船を確認しました。流れが最も近い位置にいます。直ちに不審船を追尾してください。なお現在真鶴、大峰も追跡に入りました。池澤さん、聞いてもいいですか。なんだ。奥さん、この仕事のこと理解してくれてます？普通の仕事についてくれって言われたことあります？普通の仕事ってなんだ。例えば
車のセールスとかコックとか。全然イメージじゃないっすよね。横浜本部より出動命令。辰取島沖で不審船発見。これより追尾に向かう。繰り返す。辰取島沖で不審船発見、はい、これより追尾に向かう。早産の恐れがあります。新鮮の位置は辰取島沖9キロ付近。接触予定1845。接触予定1845。現場向け中の各船艇および各範囲へ、本事案の国家レベルでの対応も視野に入れ、適宜対処マニュアルに沿って行動せよ。なお、本事案は管区レベルから本庁対応レベルに切り替え、本庁対策本部が設置され次第、同本部に指揮権を移行する。理解。本事案は管区レベルから本庁対応レベルに切り替え、本庁対策本部が設置され次第、同本部に指揮権を移行する。海戦は早く中道方向に速力中ロットで暴走中。後半上に人影は見当たらず、鉄橋に人影らしきものが見られるものの、正確な人数は不明。どうしたんですか？みんな盛り上がってますよ。いやー、ほっとしたら急に疲れが出たよ。冬芝さんが一番大変でしたもんね。はい。お、サンキュー。じゃあプロジェクトの完了を祝って。乾杯。乾杯。あ、うまい。伊沢。はい。喜びを分かち合えるっていうのはいいもんだな。はい。そういう相手と付き合った方がいいんじゃないのか。そうかもしれませんね。俺ならお前に寂しい思いをさせないぞ。みんなのところに戻れ。はい。伊沢環奈さんですか？
い、こちら山手総合病院です。はい、先ほど池澤直子さんがこちらに運ばれてきまして、切迫早産で今診察中なんです。子宮収縮抑制剤を使おう。はい、不審船発見の第一報は1442防衛省より海上保安庁オペレーションに連絡が入った。現場は北緯32度40分東経139度13分辰取島沖9キロの海上だ。上空から追尾している YS11 からの報告では、不審船は一見漁船風だが漁具は積んでいない。船体には日本風の船名が書かれているが、本庁のリストにはそのような船名の登録はない。下限7度、右舷5度。下限7度、右舷5度。不審船の国籍、乗員数、武器の所持等は不明。現在入ってきている情報はそれだけだ。何か質問は？なし。追いつくまでにあと4時間近くかかるだろう。今のうち食事を済ませとけ。以上解散。はいはいはい。すいません、池澤直子さんがこちらに運ばれたって聞いたんですけど、妊婦さんです。少々お待ちください。中断して、ここで今入ってきたニュースを。伊沢です。海上保安庁の発表によりますと、辰取島沖北西およそ9キロのところに不審船が確認されたということです。海上保安庁の巡視船が現在追跡中です。では霞が関の海上保安庁前から中継で今井記者に伝えてもらいます。今井さん。はい、現在こちらの海上保安庁には続々と幹部が集まり、物々しい雰囲気になってきております。これまでの発表では不審船の国籍は不明、現在第三管区の流れをはじめ巡視船10隻が追跡中とのことです。以上、海上保安庁前からでした。伊沢さん。池澤さんは2階の203号室にいらっしゃいます。203。はい、こちらになります。大輔君。まだ痛みありますか？直子さん、ごめんなさい。あの人海に出てると思うから、私のことで心配かけたくなくて。買い物帰りに倒れられたそうです。早産の危険がありますので、今子宮の収縮を抑える点滴をしています。男ですかね。武器だな、あれは。警備課さんがかりに映像を解析させろ。全員に防弾装備着用させろ。はい。ぐらい取っとけお前。はい、不審船って誰が持ってるんですかね。お前な、それが分からないから不審船なんだよ。そっか。でも太平洋側に現れるってどこの船なんだろう。武器とか持ってるんですかね。そうな。あれ、おい、デッキブラシ頭、今からビビってんなよ。ビビりますよ。
やだな、流れが最初についちゃった。防弾装備装着命令が出た。3係から解析結果出ました。RPG-7 携帯用のロケット砲です。弾の種類は不明です。 RPG ロケット砲で想定される最長の射程範囲は 500m です。追跡中の全巡視船に不審船の 500m 以内には近づかないように通達しろ。最初に追いつくのは流れが、おそらく2時間後に。この船が停船命令を無視した場合は対処要領通りだ。射撃か。あれ？これ手ぶれ防止のスイッチどこ？池田、仙崎。はい。射撃班は配置につけたの命令が出た。え？弾薬庫行け。射撃準備ですか？これは訓練じゃないぞ。射撃？行くぞ。はい。点滴の量増やそう。はい。すいません、しばらく出てもらえますか。はい。不審船といえば4年前奄美大島沖で海上保安庁と銃撃戦となった事件が記憶に新しいところですが。その通りです。今回の新鮮の様子や行動を見ているとあの事件に非常によく似ているようです。またこういうことになるかもしれないと考えられますか？そうですね、こういう事態もやっぱり想定しておかなくてはいけないでしょう。流れ、新鮮到着想定時刻まで45分です。4年前の不審船事件の時は、14.5mm 機関銃ですとか 82mm 無反動砲、それから片打ち式のロケット弾ランチャーといったかなり強力な武器を相手が持ってました。もしあの時発射されたロケット弾が巡視船に命中していたら、巡視船の乗組員に死傷者が出ていた可能性もあるわけです。今回の不審船の武器を。もしもし、バレー終わったから今から帰るね。非常に心配。ゆい、今日ロールキャベツ作ったからね。海上保安庁、気をつけて帰ってきてね。辰取島沖北西およそ9キロのところに不審船が確認されたということです。海上保安庁の巡視船が現在追跡。マジで撃つんですか？威嚇射撃だけですよね。池澤さん、そうですよね。向こうが撃ち返してこなかったらな。撃ち返してきたら、不審船に追いつきます。距離600、580。
540、520。流れからの映像入ります。대상보안전문이다청소해라청소해라자시일반자발산방안팀팀장本当にやばい船なんですか。普通の漁船かもしれません。巡視船流れが追いついて不審船が止まってくれれば海上保安官が立ち入り検査できるわけですよね。しかしそこが危険なんです。もし相手が抵抗する気であれば、巡視船を引きつけておいて、そこで一斉射撃して、巡視船と乗組員を一気に無力化しようとするかもしれないわけです。まあ、しかも海上保安官というのは言ってみればこれ海の警察官です。つまり相手が撃ってきて、そこで初めて正当防衛としてこちらも撃てるようになるわけです。巡視船の速度変わりません。エンジントラブルを起こして止まれないだけかもしれませんよ。接近して乗り込んだ方がいいですよ。そんなことは俺たちが判断することじゃねえんだよ。俺たちは任務を遂行するだけだ。停船せよ。こちら日本国海上保安庁。1900、参加本部長より威嚇射撃命令が出た。任務を遂行する。はい、はい、20ミリ機関砲使用にあたり部署配置を確認する。応急班配置よし。最小班配置よし。射撃班配置よし。そういう情報はまだこちらには入っていません。まもなく流れが到着する時間だと考えられます。
中には触れない。俺は人を殺したんだ。